天国を見ていくがいい。目の前に現れたフードの占い師はある風景を見せてくれた。一人旅ができないほど衰弱し、カサンドラでケンシロウを待っていたトキはその光景に目を見張る。剣王ラオウの支配下にありながら秩序が保たれた村、余命へ行くばくもない人々が集まる村、その村で医療活動をするとき、周りには笑顔の住人たち、苦しむ人々を北斗神拳で救いたい。持病を患ったトキが長年思い浮かべていた夢がついに現実のものになった。だが至福の時間は野党の襲撃によって破られる。トキは病の体を押して村を守るために野党と対峙する。もう夢は壊させない、もう悲劇は繰り返さない。いい村だ。わしら騎馬一族のものにしてやろう。過ちは繰り返さぬ、安らかに死ぬがよい。第1話、静かなる決意。
激流を制するは聖水。敵が多すぎる。村を捨てて逃げろ。そんな村はどうなっちまうんだ。やはり剣王軍が引いたか。民を見捨てることはできん。私が戦おう。村の水と食料全て奪い取れ。利用する奴らは皆殺しだ。息子たちよ、騎馬一族の恐ろしさ見せてやるがいい。血を開けるがよい。半人前の技で私は倒せる。死ねー。力あるのかかってくるがいい。俺来たまりやがれ。剣王
私は倒せんぞ。
騎馬一族は不滅。せめて天国を見ていくがいい。半人前の技で
私は倒せるぞ。にばかり気を取られ油断したわ。俺より続投を一掃する。続け。おお、龍河様が来たぞ。
男を超えるまで進まねばならぬ。奇跡は起きた。ラオウに飛行を疲れた後、トキの体は徐々にではあるが万全な状態に戻りつつあった。そして彼はラオウからつけられた竜牙と共に各地を巡る。村を襲う野党がいればこれを撃退し、病に苦しむ人々がいればこれを救う。いつしかトキは救世主と呼ばれ、彼の周りには彼を慕い、共に戦いたいと願う人々であふれた。戦に追われる民を生み、乱を起こす巨大な影。トキはその正体をつかむべく歩を進める。彼の眼光はすでに病人のそれではなかった。病を克服した男、トキ。彼は乱世に奇跡を起こせるのか。
前はもう治っている。ラオウ、これはあなたの情けか。第二話、急性主生誕。半人前の技では俺は倒せんぞ。真の援軍か。だがいくら増えようと五射星の敵ではない。待ってくれ。お前たちに我らと戦うことはないはず。黙れ真の仲間め。レイザー勲章は真の戦っている相手は真の奴がいるのか。この時を待っていた。行くぞ。半人前の技、私は倒せない。勢いが戻った。よかった。私の剣をその目で確かめるがいい。くせ者、容赦はせぬぞ。気が強すぎ。
されたと。のんびり戦ってる場合じゃなさそうだ。行こうか、須藤。気まぐれでな、悪く思うなよ。なぜだ、トキ。なぜ死ぬやついている。
誰かと思えばお前らか。御所制の撃破、ご苦労だ。その功績を認め、我が軍に加えてやる。ノーだ、俺と組めば富も名声も思うままだ。よまいごと、サウザーが乱世の覇者となれば、人々は光りささぬ暮らしを強いられよう。ふん、ならば死ぬがいい。天狼剣を甘く見ぬことだ。我が剣、貴様らごときに止められぬ。真剣伝承者の無様な死に様を見て、我らに逆らう愚かさを悟るがいい。やれハート、我らに歯向かう者たちへの見せしめだ。
張れ。お許し願いたい。我らはなんと純正ユリア様を守る五射星。これよりはまた共に戦いましょう。なんとも自暴自棄だと。獣様、あらずがあって話をすれば力を貸してくれるでしょう。トキはやはり敵じゃねえのだ。苦戦している五射星が息を吹き返した。ハート、先に獣座をやれ。この体、とくと味わいなさい。我が兄ラオウも才を認めた男。中世、ここで我らが出会ったとは宿命かもしれない。変わっちまったな、トキ。ユリア、届くだろうよ。断人剣。長く病を得ていたのでな。だが今は大丈夫。ユリアのために戦おう。安心したぜ。中身は昔のあんたのままだ。ここからは共に行くとしようかね。この私が、私が。道を開けるがよい。やつからはとてつもない欲望と執念を感じる。あの時、我らが束になってもかなわぬか。執念見定めてやろう。力ある者が全てを手に入れる。この程度の力の奴らにユリアは任せられる。ユリアを再びこの手、貴様らは死ねる。
様は源氏郎さんと一緒に暮らし平穏な生活を送りたいと願っております。北斗現れるところ乱なり、俺との暮らしに平穏など。源氏郎ならば剣を捨て己の愛に走れ。伝承者の宿命は私が引き受ける。さあユリアの元に行くがいい。せめて痛みを知らずに安らかに死ぬがよい。兄ラオウが自分にそうしたように、時もまた弟をケンシロウに情を示した。ユリアを追いたいというケンシロウに代わり伝承者となった時、戦いの連鎖、悲しみの連鎖は自分が止める。時は伝承者としての決意を胸に秘め、再び歩き始めた。そんな彼のもとにはさらに人が集まった。その活気あふれる大軍勢はいつの間にかサウザー率いる聖帝軍にも目をつけられる存在となっていた。時についていけば悪党に襲われることもない。時についていけば希望あふれる未来が見られる。そんな期待の眼差しを時は静かな笑顔で受け止める。そして試練はすぐに訪れた。これほどの人々が
私についてきてくれるとは。確かに巨木に鳥は集まった。だが枝が折れれば鳥は。第3話、迷いを打ち砕く剣。激流を制するは制す。いくら戦っても終わりは見えない。もうヘトヘトだ。みんな疲れているようだ。近くに町がある。そこで休む。妖精のユダ、どうしてザウザーの手に落ちているのか。ジャギ、とにかくナント軍の牢石を放置はできる。続くのですか。この町でやつ。受けぞ。敗北を汚す枝を払う。
う前に引くべき。さすがは兄者、ほっ、敵も真っ青だぜ。やろ、褒めよって。私は倒せんぞ。半人前の技で私は倒せんぞ。手強い敵だが、今なら押し返せるな。変装百裂拳。仕方あるまい。かかってくるがいい。半人前の技だ。私は倒せんぞ。ここから反撃だ。死ねえ。なんだと。北斗、頭上断刃剣。死ねえ。せめて奥義で葬ろう。
気が強すぎる。時代の礎となるなら本望。女だと思って甘く見たら痛い目を見るわよ。待て、民を巻き込んでまで戦う理由があるというのか。ジャギは卑劣な男よ。今殺さなければいずれ必ず災いを招くわ。私には皆の命を守る義務が。せめて天国を見ていくがいい。たとえ叶わぬとしても私が倒さねばなるまい。マリア様、行くぞ。この戦いで未来をつかむ。何が起きた。何がどうしたんだ。押し込められた。助けてくれ。この剣は二度と血塗られることはあるまい。敵の動きを全て見抜いている。さすがだ。やろ、飲めよって。せめて奥義で葬ろう。確かめてみるか、剣士としての私の技。悲劇の連鎖は私が止めてみせる。乱世を収束させるには強大な力が必要だ。その力をサウザーは持っている。暴力によって乱世が終わろうと、民は穏やかな生活を送れまい。足止めに言われているだけだ。やめておけ。百の剣の神髄を見せてやろう。お
北斗、蛇行将。よくぞ我が客をかわした。道を開けるがよ。あの強さの秘密は何だ。ジュー様、なんということだ。敵はどこだ。徳様はどこへ。貴様の血を欲しているのだ。ユダ、この町で反応している。さあ、いずれ分かるのではないか。限って
の声を聞かず民を害する者を奪う。なぜか僕の頭には北斗による支配しかないからだ。お前たちはその捨て駒に過ぎる。信じているのかわからない。ここで殺されるようには。みんな待ってくれ。ポキ、彼らを止めても無駄だ。一度離れた心は容易には戻らぬ。俺が直接手を下すまでもなく、トキの軍は自滅よ。人権では。
私は間違っていたのか。ふぬけ坂時ララオ北斗の男に恥ずべき戦いは許さぬ。貫くべきもの貫け。慕う民などもはやおらぬ。私が憎まれようとも構わぬ。私は彼らの未来のためお前たちを倒す。それでいい。私の信念は揺るがぬ。サウザーとシユを決すべき時が来たようだ。覚悟を決めたか。ならば俺も行こう。安らかに死ぬがよい。
周りにはもう民の笑顔はなかった。周りにはもう慕ってついてくる群衆もいなかった。しかし時は信じていた。人々の心にはまだ平和を望む気持ちがあること、人々の心にはまだ戦う姿勢があること、時は聖帝サウザーに決戦を挑む。人々の心まで恐怖で完全に制圧しようとする聖帝、彼を破り力による支配を打ち砕けば皆が望む平和が見えてくる。きっと世界は活気を取り戻す。周りにはもう民の歓声はなかった。周りにはもう救世主と崇める人々はいなかった。だが時は信じていた。仲間を、民を、そして勝利を。万人のために生き抜く覚悟はできたか、ラオ。もう私の信念は揺るがない。最終は揺るぎなき信念。激流を制するは聖水。時は来た。はっ、人々の未来を光にあるものにするという。この戦いでサウザーを倒す。ニオ、この兵力の差こそが北斗とマントどちらが指導者にふさわしいか物語っている。人々を力で支配しようとするサウザーに真の指導者たる資格はない。私たちは北斗の軍に加勢する。ほっ、面白くなりそうだ。Yeah!
るのはうぬしかおらぬ。すさまじい闘気だ。俺が倒す。バカ、こっちに来るんじゃねえ。蹴るがよい。取り戻すために一緒に戦いましょう。マミヤさん、ありがとう。兵力はこっちが上だ。オクトの進撃を食い止めろ。敵に囲まれてるじゃねえか。もうダメだ。私は殺される。この世界を滑るのはなんと貴様らはここに立てるがいい。来い。ここして敵を止めよ。放送
交代した者には死あるのみ。時は自分を裏切った民のため必死で戦うのだ、愚の骨頂よ。剣士ユリア、聖帝十字領に移送された。サウザーを倒さねばユリアの命は。もういい、ここまでだ。空気に乱れがな、乱している。いかなる猛者であろうと俺は倒せぬ。聖が貴様の血を欲しているのだ。やろう、ここでくたばりやがれ。執念見定めてやろう。サウザーは鬼だ。我らに死ぬと命じる。貴様は彼らを生かすために戦ってくれ。そして今は裏切った我らのために。
次はお前の番だ。覚悟しろ。確かめてみるか、剣士としての私の技。目は見えずとも心で貴様の気配が分かる。人生の主、あなたはサンザーの夜光などないことを知っているはずだ。それでも乱世をまとめられる力を持つ者は何との小生サウザーのみ。それを認めぬというならば、この私を倒し、サウザーを倒してみせよ。決着をつける時だ。聖帝様を守れ。行け。もう戦いはたくさん。ザウザを倒して乱世を終わらせる。時が止めてみせよう。帝王のこの体、ゲロには触れることもできぬわ。この乱世に秩序を取り戻すには
愚かな民を力で支配するほかないのだ。世の秩序は民の幸せの上になるべきもの。愛を否定するお前に王たる資格はない。お前は殺気が強すぎる。百裂拳。バカな帝王、あってはならぬ。己の力を過信し人を信じることを拒む。そのままお前の敗因となったのだ。北斗超破顔拳。あなたのおかげで信念を貫けた。真に王たる資格はあなたにある。知性に興味はない。余生を思うまま生き死ぬがよい。俺たちを置いてく気ですか。トキ様、これからも我らを導いてくだされ。この村の人々はもう大丈夫。皆が絆で結ばれ、暴力にも一丸となって立ち向かえる。私は人々の体だけではなく心も治療したい。信じ合い助け合う心を人々の中に取り戻したい。それが北斗神拳伝承者の務めだと思っている。幻を見るとは、やはり死期は近い。ユリア、ありがとう。夢とはいえ楽しかった。そしてこの夢はきっと実現しよう。あの男によって。